ハワイアンキルトで知られるキャシー中島さん。皮膚がんのことが話題になりましたね。そのキャシー中島さんの長女は肺がんで亡くなりましたが、旦那の今現在は。また、次女やその夫や初孫について、キャシー中島さんのウィキプロフィールと共に調べてみました。キャシー中島さんのプロフィール、名前、キャシー中島、キャシー中島。本名勝野八代、出身地米国ハワイ州マウイ島、生年月日、1952年2月6日。年齢、65歳、執筆時。現職、タレント、キルト作家、所属事務所株式会社スタジオ系グループ、キャシー中島さんは1952年にアメリカハワイのマウイ島に生まれます。父親はアイルランド系のアメリカ軍人、母親は日仏ハーフの日本人です。1969年にレナウンの CM でモデルとしてデビュー。1972年にはキンザナウのアシスタントを務め、司会の千田光雄さんと共に人気を博します。女優転向を視野に入れ、ドラマに進出しようとしますが、1973年のドラマ、雑居時代で共演した杉田かおるさんから。ねえねえ、お姉ちゃん、演技下手ね、女優に向いていないんじゃない、と言われてしまいます。当時21歳で初めての演技だったキャシー中島さんは、9歳の天才子役だった杉田かおるさんに言われたこの言葉に深く傷つき、女優を断念し、タレント活動に専念するようになります。なお、二人はそれから40年以上を経た2016年の TBS 7時に会いましょう SP にて対面し、和解を果たしています。以後、爆笑パニック、体当たり60分、レギュラーや、独占、女の60分、サブ司会など数々のバラエティ番組でタレントとして活躍。1979年には俳優の勝野洋さんと再婚しています。モデル時代に一度結婚していた。再婚後はしばらく芸能活動から遠ざかりますが、1980年出版の林浩子さんとの共著、キャシーと浩子が月見草で生き生き痩せた西田式月見草減量法を契機に芸能活動を再開。また、ハワイアンキルトの第一人者としても知られ、キルト作品の販売、本の出版など、幅広く活躍しています。キャシー中島さんの長女、勝野七海さん。キャシー中島さんは、勝野洋さんとの間に一男二女がいます。第一子となる長女は勝野七海さんです。長女の勝野七海さんは、1979年生まれ。父親の勝野洋さんの本名である、六葉と、母親のキャシー中島さんの本名、八千代の数字、6と8の間を取って、7の字を用いて名付けられたのだそうです。1988年に妹の勝野かなえさんと共にペア写真集デュオを出版し、芸能界デビュー。後にジュエリーデザイナーとしても活躍。2008年11月にはヒップホップダンサーの伊賀武史さんと結婚します。勝野七海さんの闘病。幸せの絶頂にあった勝野七海さんでしたが、その直後に不幸が襲いかかります。2009年2月、新婚旅行先のハワイで咳が止まらなくなり、帰国後に検査したところ、肺がんが発覚。小細胞肺がんという、特に進行の早いタイプの癌で、生存率わずか 6% と宣告されます。勝野七海さんはあくまでも前向きに、その 6% にいればいいんでしょ。治らなくても、癌に負けなければいいんだ。と様々な治療を試しますが、額や骨など、体の様々な部位に転移が進んでいきました。カテーテル治療や重粒子線、陽子線治療など、様々な高額な最新治療を当たってみたと言います。陽子線治療で癌を克服した村野武則さんについてはこちら。しかし、癌の進行を食い止めることは叶わず、同年7月7日に29歳の若さで息を引き取りました。
勝野七海さんの夫、伊賀武さんのその後、現在。なお、勝野七海さんと夫の伊賀武さんは、5年の交際の後、結婚しており、交際が始まって3年くらいからキャシー中島さんたち家族と同居していたのだそうです。七海さんが亡くなった後も同居は続いたとのことです。キャシー中島さんはブログに、たけしちゃんは私たちファミリーの一員であり大切な人です。たけしちゃんが一人になりたいと言うまで、私の義理の息子でいてほしい。伊賀たけしは勝の家には必要な人です。だから、一緒にいるのが自然なのです。と記しています。伊賀たけしさんとキャシー中島さんのお二方は、勝野七海さんの闘病中はずっとつきっきりだったそうで、とても強い絆で結ばれていることが伺えます。現在も同居なさっているかは不明ですが、伊賀たけしさんは現在、アクセサリーやジュエリーの制作販売、ダンス事業や音楽事業を手掛ける株式会社マナファクトリーの代表をなさっています。なお、同社の副社長には勝野博さんが、取締役には勝野かなえさんが名前を連ねています。また、妻である勝野七海さんの意思を受け継ぎ、がん啓発のためのチャリティー事業も展開するなど、事業家として幅広く活躍しています。キャシー中島さんの次女、勝野かなえさん。次女は勝野かなえさんと言います。勝野かなえさんは1982年生まれ、1998年に大林信彦監督の映画、風の歌が聴きたいで女優デビューを果たします。以後、ドラマ、水戸黄門、刈谷警部シリーズ、映画、俺は、君のためにこそ死にに行く、インターミッションなど、数々のドラマ、映画に出演。また、女優以外にも、フラダンサーとしても活躍しています。2015年2月8日、33歳の時に、8歳年下のスイス人男性、リカルドさんと入籍します。リカルドさんは、スイスチューリヒ大学の学生だった2013年2月に日本に旅行した時に勝野かなえさんに出会いました。その後、渓流流産や自然流産など、計3回もの流産を経て、2016年11月22日に第一子となる女児を出産。名前は母親のキャシー中島さんの本名、八千代、にちなんで、八流子、春子、ちゃんと名付けました。なお、勝野かなえさんは流産の時を振り返って、トイレで、胎児を、拾った時は辛かった。強くなって、もう一度私のところに来て、と祈りました。そのような壮絶な体験を乗り越えて、亡くなった姉、七海さんの誕生月、11月に新しい命を授かった勝野かなえさん、家族と共に感慨や喜びもひとしおだったようです。亡き姉の面影を見ているのかもしれませんね。以上、キャシー中島さんと娘さんについてでした。